業務用、天幕2号屋根型天幕1号、主として、中隊以上の爆量活動や軽車両、火器や補給品の軽作業などでも使用されている、物業務用天幕は、陸上自衛隊の装備。なお、本校では1号、2号、一般用及び主として、各種業務や活動で使用する、屋根型天幕も記述する。 一般用の諸現代大体規模以上の舞台式書用として使用されるほか、宿営用、補給品や資材の保管に使用される。初期タイプは、爆車入り口付近にある、支柱部分以外は、基本的に端に行くほど天井が低くなり、膜端では大人の胸程度の高さになることから出入りに支障があった。現在は、口述の業務用天幕、一般用に乾燥されている。 中大規模の部隊式書に使用されるほか、野外整備書、補給品や資材の保管、宿営用などに使用される。1号と同様、初期型は、マクタンが大人の胸の高さであり、後に導入された改良型では、マクタンでも身長ほどの高さとなり幕打ちの移動が容易になった。高さ3メートル程度、幅4メートル奥行き5メートル程度で、主として隊員の休憩や、 作業資材の格納保管、軽車両の整備や野外水事、補給資材の整備、中大規模の作戦会議などでも使用される。現在は、工術の業務用天幕、一般用に乾燥されている。高さ3メートル程度、幅6メートル程度で、主として、水事作業や、配色のほかに管理屋へ等の宿営時における本部や、爆僚の休憩所としての利用されることもある。 一般用のみ中央に支柱がなく、単体、または連結して使用することができる。基本的に、病院天幕と似ている。野外における大型装備の整備業務に使用される。ありがとうございます。